こんばんは。夕方のグールニュースの時間です。東京グールとジャックジャンヌの原作者である石田水先生が昨晩インスタグラムのアカウントを開設したことを発表しました。このアカウントは水先生が時々ツイッターなどに投稿していた似顔絵イラストをアップするための場所らしいのですが、無印東京グール3巻の窓 VS 灯火をリメイクしたイラストも投稿されており、グールファンも必見のアカウントとなっています。この報道を受け、 YouTube で東京グールに詳しい動画投稿者のエネム氏は、俺は影のものだから、現代陽キャのたしなみであるインスタはやっていない、俺の居場所は Twitter だなどと述べているようです。しかしながら、番組が独自のルートで調べたところ、エネム氏はちゃっかりリアカの方でフォローしておりました。ちなみに彼のアカウントに投稿されている写真はほとんどがラーメンやうどんであり、何の面白みもなかったとのことです。やはり彼は Twitter に引きこもっていた方が良さそうですね。では今回のグールニュースは以上です。